そっか、つまんねんだ私。今のは幻です。じゃあそのよだれまみれの抱き枕は？これは妖精です。嫌な妖精だな。おしまいですわ。キスの練習は目撃されるなんて。安心しろ、あまりの痛さにからかう気も。すぐにでも全校に知れ渡り、やがては世界中で報道する。この地球上に私の居場所はなくなるんです。そして追い詰められた私は、お父様、お母様、先立つ不幸をお許しください。話聞けよ。こうなったら仕方ありません。おい、何する気だよ。私の秘密を知られたからにはタダで返すわけにはいきません。何？茶菓子で買収かよ。